はい、大丈夫ですか？マコくんの人肌で温めて。総帥、奥様、獲物をお持ちしました。ママ、お使いなさい、サヤちゃん。ルガー P08 のオランダ植民地軍モデル。打ち方はあなたが教えてくださるわね、平野くん。はい、ママ。いや、違う、ママじゃなくて、イエス、ママ。そう、ありがとうございます。私、エルシーって言います。ここのお父様の隠し子です。おお、もしもし、あなた？うん、私よ。話聞かせてもらおうか。何の話？てめえの下半身に聞け！もう帰ってくれ！金魚のマジックポーション、それ飲んだらモテモテ気分が味わえるんよ。えい！長澄君。え？どうしちゃったんです、ウサちゃんのお母さん。長澄君がすっかり男前に。治療がありますから。私の個人事業にしよっか。ハナ、お母さんそろそろ帰るから。熟した大人。まあそうだな、俺は好きだな、そっちの方が。やっぱコーヒー豆はきちんと熟成させないとな。やっぱ全体的に豊かっていうか。豊かって。あんまりやりすぎると眠れなくなるくらい興奮するし。やっぱり狙われてる。ではごゆっくり。私はあんたに負けた。負けたら流派を告げない。だからあんたと結婚すれば身内だから負けはノーカン。オッケー。だからお願い、今日だけ恋人のふりをして。素直。何か問題でも？気持ちいい。カズヤ、どうなのでしょうか？どうとは？人妻、年上が好みとか。私の負けた、好きにしよう。ガゲレガガボン。メラジー、燃やすな。何やってんだよ、あんた。ちゃぶんですか？ここまでの効き目とは知らなくて、明日には戻るはずじゃから許してちょうだい。だから、せめて一晩だけでも。この威力、効きすぎ。白が良いでしょうかね。でもやっぱりこのデザインも捨てがたいし。ジョジョとシーザーの最終試練は無事済んだのだろうか。派手な方に決めようかしら。スージー級ブラウスとタオル置いておきますね。はっ、おおお、ナイス。帰ってるの？はるか、ちょ、隠れて。ただい。はるか、またそんな格好で。あら、シュウは母親が帰ってきて嬉しくないの？譲り葉祈りです。ここで暮らさせてもらってます。ニュー、わっ、あっ。早く本部に連絡を。こちらはポイント P、 襲撃者あり。相手の兵力は1名。1名？何者だ。おい、何者だと聞いてる。ポイント P、何者だ？主婦だ。あたぼ。どうしよう、考えろ、としよう。ここここ、お話ししよ。うん、一緒に寝ましょう。いい加減寝なさい、何時だと思ってよ。化粧してないからそんなに匂い残らないと思うわ。すごかったね、
我々は静かに回りましょう。イルマ、ハッキャー、アリスちゃん、アリスちゃんってば、アムちゃん置いてくなんてひどいわ。母上、なぜダビデの監視は。彼なら私のチャーム膝枕耳かきで落ちた。ダビデ、何ですかこれは。もちろんよとぎの準備です。今時の若者なら普通でしょ。それともやはりお付き合いは嘘。来たままするのですか。いただきます。たくさん食べてね。やらよ、っていうかもう片っ端だろそれ。はい、おかわり。なんで違う靴なんだよ。もう知らんかよ。うわっ、さあなんでこの匂いは。てめえ人のもんなんてってたから。お待て、出ろよ。罪深いことに贅沢な一品だ。全然嫌いではない。あら、かなでちゃん。学校の帰り。そうです。そうなんだ。大子さんに向かって泣いてください。本能の赴くままに泣いてください。やってください。かなでちゃん、ついに。あなたがイルマくんね。アリスちゃんたら、いつもあなたの話ばっかりで。それはどんなお色気魔術なの。やめてください。そうだ、ライム先生、教え子でしょ。挨拶に行きましょう。行ってきます、イルマ様。先生、こんなバカ誰が。私の身内の門が随分と世話になったようだね。俺は女と戦う趣味や。てめえ一体何者だ。通りすがりの中だ。あら、かなでちゃん、おはよう。相変わらず可愛い顔してるわね。前の旦那そっくり。学校行かなきゃ。行ってきます。アース。坂本くん。ふっ。眩しい。いるのは分かってるのよ、坂本くん。恥ずかしがらなくてもいいのよ、坂本くん。どこかしら。父ちゃん、母ちゃん、なんなのよ、あんた。出てけ。やばいよ。今日は奮発してみました。おお、どうしたの、キョロキョロして。見えてはいけないのか見てはいけないのか悩ましいものが右端に少々。とりあえずお前はしつこい。ぎょーい。ちょっとついてきてもらいましょうか。仕置きです。来るわ。またいらっしゃい。二度と来るな。寝なさい。